サンジロンは、フランス、奥下にいい地域圏、アリエージュ圏のコミューン。市街は、山や高原、丘陵とは、対比をなす盆地にある。大西洋と地中海に挟まれているため、古代にサンジロンから、ピレネー山脈の麓へは、潮の道が通じていた。現在のサンジロンは、フランスのアキテーヌ南部とスペインのカタルーニャ北部とを結ぶ、道路上にある。 1882年に撮影された、サラセンウガンのサンジロン町ができたのは、相対的に後だが、その歴史は、ローマ人が作った近郊のコミュルーン、サンリジへと切り離すことはできない。軍事上の要所であったため、ローマ人は、ライトデューヌムコンソーラノラムという名の町を作ったのである。ピレネー山麓にいた、ガリア系のコンソランに属がそこの市民であった。 またこの町は1789年まで死教座が置かれていた。逆に、サラセンソイのサンジロンの位置は長い間知られていなかった。サンリジエの聖なる木は現在のサンジロンの中にあり、リュク地区はルカスにちなんでいる。1905年、古い駅周辺の土の中からガロローマ時代の葬式に利用されたシプスが見つかった。それは、 プライミリス家のポンペアという若い女性に捧げる碑文だった。彼女はサンリジエの知事の娘であった。約1100年頃サンジロンが町とみなされるようになった後、西洋は大きな変化を体験した最初の1000年期を迎えていた。キリスト教は迫害されず、経済的にも人口統計上も発展していった。 全世紀に山に隠れ信仰を守ってきた人たちは、他との往来が少なく、その子孫たちは、平野や町へ降りていき、新しい町を作ることもあった。13世紀、市街が、サラセンの対岸に広がり新たなチクビルヌーブが、誕生した。町は城壁に囲まれて徐々に大きくなっていった。19世紀、町は城壁を大通りに変えていった。 町にサンジロン駅ができて鉄道が開通すると、物産マイナスサンジロン線に、トゥールーズ・バイオンヌ間の路線がつながった。路線は、隣接県に接続するよう作られていた。フォア・ヤルズ、川谷、カスティオンに向かって、丘を登る、他の路線である。サラ・センダニを通るよう建設された線もあった。この路線は、ピレネー山脈中のサラウトイネルを通ってスペインまで、 接続される必要があった1960年代、トゥールーズへの旅客輸送が終了。1970年代に貨物輸送が終了した。その後道路輸送が鉄道輸送を引き継いだ。王子の姿を残しているのは現在も残る駅舎だけである。サンジ次論にやってきた貨物列車が運んだのはレダールの製紙工場に運ぶ木材であった。 この産業は19世紀に地元有数のものであったが2008年に工場は閉鎖された。参照元イコールカジニート INSEE。ありがとうございます。